はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヴィーナスイレブン、ビューイットをやっていきたいと思います。はい、いろいろイベントは、3周年記念ということで、いろいろイベントあるんですが、風雷リーグ前半戦開放とか、一連スカウト毎日無料とか、ゴールドガチャとか、人気投票とか、なんせ、とにかくいろいろありますね。で、イベントとして、ロマンスとシスタをというのが、9日金曜日まで、オーナー会議と慰安旅行を兼ねて南の試合とやってきたオーナーたち、ということで、南の島でのイベントですかね。全5部制のリーグを勝ち上がりながらイベントポイントを獲得し、豪華報酬をゲットということですね。はい。こちらを今回はやっていきたいと思います。まず、遠征行ってる選手を帰らせましょう。リアリティ順に並べさせます。遠征出発です。さてと、チームの所属か。チーム編成をちょっと変えないといけないかも。二人しかいないんですよね。比較的前に優先種ばっかりということで。というユニフォームを選べるみたいですね。霊感少女エスニック風ってなんだ、ね、ドリボン。キーパーがね、問題なんですよね。キーパーがね、いるかどうか。で、星さんだったらね、キーパーのレベルは上がるっていうもんなんですが。本当にキーパーでいい選手がいない。キーパー限定のガチャってあるんだろうかな。っていう感じですからね。フォーメーションは変えません。
遠征強化とかありますね、いろいろ。711か。で、スカウトが1日1回無料でできるみたいなんで、それをやっちゃいましょう。アミカか。イレブンチケットっていうのがもらえるみたいですね。お金で、アイテムをゲットできるらしいです。10回スタートで、ちょっとチャレンジしてみましょう。なんだろう、レンタルポイントが。フレンドスカウトもうちょっとですね。お、まずまずいいですね。はい、では試合行きましょう。このロマンスとシエスタ、こちらをやっていきたいと思いますが、その前に通常リーグ、なんと気が利くがすね。しっかり重要などう、めっちゃ嬉しそう。さあ試合です。やっておしまいっていう感じですね。裁判員なのって適当だろう。このヴィーナスイレブンビビットかなり視聴者数自体はそれほどでもないかもしれないんですが、
見ていただく時間というのが比較的長いです。またプレイリストから来てくださるってかつ見ていただく時間も長いっていうことなんで、安定してアクセスが稼げるゲームだと思っております。そうですね、いろんな女の子がいますからね、魅力ありますよね。私を信じて。信じそう。サッカー界の合います？なんかそんなポジションな感じですね。にゃんと。さあスタートです。やってみせるよ。来なさいよ。上手。来なさいよ。なおですね、一部の選手のユニフォームが変わっております。あっさり先手取った。抜けた。さあ、ルミン、サイクロン。ストライクじゃなくて、サイクロン。なんか技が強化されていますね、気がつけば。レベルが上がったからかな。不採？前半戦終了です。ルミサイクロンってなんだ？ルミストライクだったと思うんですよね。アメリカンシュート。あ、しまった。後半戦開始です。福田光。また追加点。さあ、ルーミン、まだ持ちますね。ルーミン、カット。3対0で勝利です。もう反発ベッドじゃないですよね。ふかふかなベッド。ビジネス。商人の娘なのか、チェッテ。アリーがいいですね。さあ、また選手と経験値を増やします。
さあ、試合で優勝したので、ヴィーナスハートをもらえます。そして、再度試合。さてですね、赤峰明日香、ここに、投入しましょう。セミオート行きましょう。空腹は止められる。髪のように聞こえた。さあ、ルーミンサイクロン、ルーミンストライク、どこ行ったんだろう。さすが、はい、2点目。またバテてきたな。これで後半行きましょう。はい、3点目。さあ、カットに行きたい、早いこと。さあ、ルーミンがちょっと疲れているぞ。2人目のチェンジだ。さあ、UVP は天文か。おー、上限残念。さらに、
先へ進みます。ポジションはフォワード、攻めようと